市場とアートの共存の話であったり、あとはビールとアートの話っていうのをちょっと3人でしてみたいと思います。ビールもアート&サイエンス、科学者が美味しいビールを作れるかというと、やっぱりワクワクするような楽しいものが作れない、とてもこう美術界とも決して遠からずなんじゃないのかなっていつも思ってるんですよ。アーティストってなんかものすごいこう高い存在に思われるかもしれないんですけど、まあ、ぶっちゃけただの自営業者本当企業努力しないとやっぱり僕はダメなんじゃないかなっていう。私なんかはでも本当一緒に話して話も弾むし、やっぱり結局さっきも回ってて思ったんですけど、日本の歴史だったり成り立ちだったり結構いろいろな話に発展するわけですよね。日常の会話ともうでももっと入り込んで楽しめればいいなというふうに思います。大人がこの作品についてどう思いますかって聞かれた時に、何言ってもいいやっていう気持ちにさせてくれるのがちょっとビールかなっていうのがやっぱりあると思うんですけど、今日みたいな日常のシーンとアートっていうことを考えるっていう意味でも、ビールを飲んで食事をするといったカジュアルな日常とそのアートの接点っていうのは難しい話にしたくないですよね。美術っていうものをもう本当にもうごくごく日常の一部としてやっぱ入り込むような、もう天気の挨拶ぐらいな感じで、やっぱ今日は晴れてて気持ちいいねとか、ちょっとやっぱりなんかね寒いねとか、なんかそういうぐらいな感じでなんか作品を見た時になんかいいとか悪いとかそういう会話ができるぐらいな、やっぱり社会を目指したい。タイムマシンになったのかなっていうふうに、この空間を生かさないともったいないなっていうのがすごいあって、空間全体をちょっと作品としてどう見せれるかっていうのをかなり今回意識しました。でもやっぱり僕は絵画っていう装置と出会えて本当に良かったなと思うんですよ。過去の人とも絵を描けば会えるし、見たこともないその月面の裏側とか、なんか見たこともない星の姿とか、僕たちの想像力の世界ではそういう場所に行くことができるんです。なんかいろいろな想像の翼を働かせて、なんか それぞれの人がそれぞれに思うものをちょっと感じ取ってもらえれば、僕はすごい嬉しいなっていうふうに思います。